さあ一気に髪を集める3年生先輩栄一さあ順当に12点狙いでいきますか。さあ12点いきそうだ。12点いきましたね。さあその間に後輩新チームの ああ、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 ああ
島田続く A チーム19点、C チームが3点ということで、優勝は島田続く A チームです。さあ順調に強力な姉で踏み込んでいる東海ウォッチ。さあ、まあ床にある相手に全て取り込もうかという勢いで今。あっ、その間に確実な大名字ありきんが、あっピットイン。いくつ入ったんだろう。せっかく取り込んだ。今すげえですね。さあピットインでは出発しました。さあ再び床の相手、その間にまた一つ、また一つ、また一つ。さあ東海ウォッチチーム、さあいよいよ押し込み作戦、押し込み作戦がまた発動。さあ、あの羽のブロックが有効に効いているか、羽では弱いか、押されて押されて隙間からいくつかこぼれている。さあ多少のブロックができているか。さあまだ床に残っている数はこんなに変わらないように見える。さあ取り込むスピードは圧倒的に速い東海ウォッチチーム、一個ずつしか取れない。大名人あるチームはまた確実に行く。さあ相手がブロックする前に押し込んでいく。さあブロックが、さあここでそろそろ肉度っていう目がいかないのかな。もう行ってるね。失礼しました。行ってない。肉度っていう目がまだ10秒前です。大丈夫か。危うく大名人のチームが、それでは決勝の結果を発表します。大名人ありが24点、東海ウォッチが36点ということで、東海ウォッチの勝利になります。